皆さんこんにちは、プロサーファーの堀越力です。で、今日は皆さんに、僕プロサーファーが、冬に使っているウェットスーツのアイテムなどを紹介していこうと思います。で、まず僕が冬に愛用しているウェットスーツはオニールウェットスーツといって、世界で初めてできたウェットスーツのサーフブランドです。オニールウェットスーツはね、もう本当サーフィンだったりウィンドサーフィンだったりサップだったりやってる人も誰もが知ってるブランドだと思うんですけど、僕はそこからサポートしてもらっていて、で、本当僕がこの冬に本当気に入ってるモデルがこのサイコ FSC というモデルで、このタイプはこう首からかぶって前にジップがついています。肩から肩にかけて、前にジップがついていて、ほんとウエットのね、この脱ぎ着がすごいしやすいっていうのと、あとパドリングとかの負荷も本当になくて、それプラス結構僕バックジップ前まで着てたんですけど、バックジップだと結構ね背中から水が入ってくるっていうケースが多くて、もうほんとそれでちょっと冬場とか寒いなと思ってたんですけど、ほんとね、この新しいモデルのこのタイプはほんと一切水も入ってこないし、おすすめのウェットスーツとなっています。僕は湘南に住んでるんですけど、千葉北だったりとかももう年中このモデルで行ってて、しかもオール 3mm で僕は年中使っています。で、この間行った茨城とかも1月中に行ったんですけど、全然ね、このオール 3mm でもうほんとあったかくサーフィンができました。で、中はね、もちろんこういった起毛になっているんで、ほんと動けばこう熱が出てきて、常にこう保温してくれるようなウェットスーツとなっています。で、次に紹介したいアイテムなんですけど、僕はまだ湘南で1月中なんですけど、まだジャーフルで入る時とかもあって、結構動く人だったりとか、あんまりこう分厚いウェットスーツが好きじゃないっていう人も結構多いと思うんですけど、僕も結構そういったタイプの人間で、僕はジャーフルにプラスして最近このね、中にインナーを着てジャーフルで入ったりもしてます。で、このインナーの生地もこう起毛になっていて、動いてれば熱をこう発してくれてあったかくなってきます。やっぱりジャーフルのね、素材だとこう動いてても本当水が染み込んできて寒くなっちゃうんですけど、こういった中に本当1枚インナー着てるだけで、湘南とかだったら冬でもジャーフルにこれを着てればサーフィンは可能です。ゆっくり長くサーフィンしたいっていう人とかは、やっぱりラバーのウェットスーツとかをおすすめします。それと次に紹介したいんですけど、次はブーツを紹介していきます。で、ブーツは僕はこの忍者ソックスといって、この指のところにね、こう切れ目が入っているブーツを一番愛用しています。これは忍者ブーツといって、日本のプロサーファーの選手がもうほんとこのオニールの忍者ソックスを愛用していて、それこそほんとオニールのライダー以外でもみんなこのブーツが調子いいっていうので履いているブーツでもあります。でも中がこれ起毛になってないんで、こう千葉北とかほんと寒いところとか行くと少し薄かったりとか、動いてもあったかくなったりはしないんで、湘南だったりとか短くサーフィンするっていう時とかはこれはかなり使えます。この良さはほんとフィット感がかなり良くて、技したりとかこうブーツが引っかかるってよく言う人いるんですけど、ほんとこのブーツはね、全く引っかからずノンストレスでできるので本当おすすめです。で、もう一つ紹介したいブーツなんですけど、これはミュータントといってね、ちょっと分厚い素材になってます。で、結構ね、見た目からもそうなんですけど、結構ガッチリしたタイプで、中も起毛になっていますね。これはあの忍者ブーツと比べると動きの中での機能性は少し落ちてはしまうんですけど、やっぱりあったかさはね、ダントツでこのミュータントの方が
良くなるんで、まあ一般の人はね、ほんとこっちの方がおすすめできます。まあ余裕のある人は忍者ブーツとこのミュータント2足持ってれば、ちょっと寒くてブーツいるかなっていう時に忍者履いて、もうめちゃくちゃ寒い時はこのミュータント履くのをおすすめします。で最後にグローブとヘッドキャップを紹介していきたいと思います。でまあグローブのタイプは薄めのグローブを結構僕は使っていて、やっぱり 3mm とかだと結構こうパドリングがしづらかったりとか、ドロフィンとかのこうレール掴んだ時に持ちづらかったりするんで、 1.5mm から2mm ぐらいを使ってることが多いです。特にグローブに関してはそこまでおすすめとか絶対これがいいよっていうのは特にないです。それとヘッドキャップなんですけど、僕は最近結構ね茨城とか千葉北に冬のシーズンは行ったりするんで、ヘッドキャップも使ってます。でこのヘッドキャップのタイプは首までこうねしっかり長さがあって、結構この顎のところで切れてるヘッドキャップとかあるんですけど、やっぱりそれだとどうしてもこう多少の隙間から水も入ってきたりするんで、ほんとねこのかぶって首元まである長さのタイプのヘッドキャップをほんとおすすめしています。このね新しく出たオニールのヘッドキャップはかなりこうストレスもなくて柔らかいしあったかいんで、ほんとこれはおすすめの商品となっています。以上が僕の冬に使っているウェットスーツのアイテムです。ぜひねあの概要欄の方にオニールのリンクを貼っておくので、そこから気になった人とかはねぜひ見てみてください。でやっぱり冬のシーズンになってくると、こうウェットスーツはこうマストになってきて、やっぱりどうしても安いウェットスーツをこう求める人もいるんですけど、やっぱりそうなるとね本当1年とかでやっぱり穴が開いちゃったりとかダメになっちゃったりとか、機能性がやっぱり低いんで寒かったりするんですけど、本当こういったいいウェットスーツを1枚持っとくと、本当僕の周りでは3年5年ぐらいずっとその同じウェットスーツ着てる人だったりもいますし、まあ、サーフィンがねよりすごいしやすくなるとも思うんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。それではこれから湘南でセッションをやっていこうと思います。今日はジャーフル、それプラスインナーに忍者ブーツを履いてセッションやっていこうと思います。それでは映像をご覧ください。